はい、というわけでちょっと久しぶりにね、漫画倉庫の500円リパー全部買ってきたんで開けていきたいと思います。数えたところ2万9000円分ですね。58個ありました。順番に開けていきましょう。毎回恒例行事になってるんですけど、ベリースーパーが3枚と外れですね、基本的には。で、当たりだとなんかスリーブが入ってたりします。というわけで、まあ今回もね、3つほどトピックス話していきたいと思うんですけど、まず最初に話すべきはやっぱフェアプロだろう。このチャンネル見てる人は大体ご存知だと思われますが、当たったね。ウィズウィズウィズラデバラストね、悪くない。まあフェアリープロジェクトっていう、あの元プロがおられるんですよ。12月までプロなのかな、わかんない、多分そうなんだろうな。だからまあまだプロか、ジョッチ。そう。で、フェアプロっていうね、まあ、プロがいたんですけど、カーナベル所属のプロで、それが12月の末で、契約が解消されるのかな。まあ、満期って形ですね。契約更新しないってだけなんですけど、まあ、切られたとかではないと、そういう話です。で、まあ、これによってね、事実上 YouTuber やってるプロが、まあ、スメラギさんだけになったのかな、と思われます。ただ、スメラギさんも正直、まあ、YouTube 使って何かやってるかと言われたら特に何もやってない。まあ一応普段通り対戦動画出してるけど、まあ別にそれを使って、その企業を宣伝するとかはないから、まあ事実上、YouTuber のプロは全滅したと言っても過言ではないかと思われます。で、まあ今後プロどうなるかっていう話なんだけど、とりあえずね、このまま行ったらまあ来年にはもうプロは解体でしょう。これはもうね、仕方がないね。トップが抜けたからね、トップが。ああ、どうしようかね、ほんまに。今、結構ね、やばいんじゃないかなと思ってます。なんかさ、例えば今後プロリーグとかやるにしても、結局、まあ、フェアプロが参加してくれる読み、プロリーグ開催とかだと思ったんよ。なんせそのフェアプロが出ないとやっぱ PV、まあ、数字がつかないから広告に。そう、だから、その唯一数字を持ってる人間がさ、抜けるわけだからさ、今後プロリーグを開く意味がほぼない。そう。だからね、まあ、ちょっと今後、結構厳しいんじゃないかなと思ってます。少なくともそのプロリーグっていうのは当分無理だから、まあ、しばらくその、あれだろうね、個人個人の強みを生かして、記事とかを寄稿しながら、どうにかやるのかなと思ってますけど、まあ、誰も YouTube やんないからね、これもう、このまま行くとなんかやばそうな感じがします。ていうかね、結構その、皆さんプロに対してね、もっとなんかプロゲーマー、梅原さんみたいな、ああいうイメージを持ってる方多いかと思うんですけど、違うんよ。デュエルマスターズって、結局、賞金制の大会とかないから、そういうのないんだわ。強けりゃ、なんだろ、とにかく強ければ、お金がもらえるっていう世界じゃないんだよね、デュエルマスターズって。デュエマプロにおける強いは、戦いの強さじゃなくて、広告力の強さなんですよ。そう、だから、いくらフェアプロよりも、デュエルマスターズが上手かろうが、広告力で惨敗してる時点で、もうフェアプロを超える可能性はゼロなんですね。で、これをね、分かってないプロが多分一定数おるんよ。分かっててやんないのか、そのやりたくないっていう理由でね。分かっててやんないのか、知らないのかは知らないけど、まあ、やってないよね、誰も YouTube を。そう。ってことは、まあ、まあ、PV を稼げる連中が今後出てくる可能性が限りなく低いんだよね。となると、きついんじゃねえかなーってのが、まあ、個人的な感想でございます。俺はやるべきだと思うけどね、プロ YouTube。まあ、いいけどね。あ、やっぱ結局、社会人とかさ、学生とか、結構いろんなプロいるけど、やっぱそれぞれそのメインの仕事の方に時間使われちゃってるから、まあ YouTube 出す暇もないのかなとは思っちゃいますけど、でも正直、性に甘えないよね。出そうと思えばどうにでもなる。YouTube の動画なんか。まあ別に編集なんで本当にパパーってやれば1時間あれば全部終わるし、正直言うてやる気の問題だと俺は思ってるよ。思ってるけど、まあ、これマジ、何回目やろうね、この話するん。なんかもう野暮だから言うのやめようか。本当に。そうね、なんか俺から何かやれることないかって探したら、やっぱりまあ、公募祭とかにゲストとして呼んであげるとかになってくると思うんだけど、まあ、現状少なくとも、まあ、日当が出せるほどの仕事をできると思ってないから、今のプロにね。集客力全くないし、プロに渡す金があるんだったら、俺はそれで YouTuber を雇うからね。普通に考えて。誰でもそうすると思うんだよね。だからちょっと、なんか、誰かがね、ちょっと、動いてくれないと僕からは何もできないなっていうのが、今のところの感想。で、次が、マギーですね。俺、確か、多分今撮影してる段階で、確かその日に、なんかツイートしたと思うんですよ。おっと、曲げだ。月末に、マギで結構ちょっと強めのオリパを出しますよ、と。で、その時に、マギをたくさん使ってる人を思いっきりひいきしたオリパを作ろうと思ってるんですよ。マギってさ、メルカリとかと一緒で、取引の評価が見えるじゃないですか。いい、普通、悪いみたいな。
で、あれで E を1点、普通を0点、悪いをマイナス1点として、まあ合計の点数が高い人の方がいいものが当たるようにしようと、そういうオリパを作ろうと思ってるんですよ。でね、まあこれをね、まあマギに許可取らずにやったんよ。で、取らずにやって、まあその後事後報告でマギに、あ、これやってもいいですかって言ったら、まあ大丈夫だったんだけど、マギ的にはやっぱ注目すべきところはさ、これで PV が、PV ですか、マギの利用数が増えるかどうかじゃん。でね、考えたのよ。おそらくね、マギのね、人たちはね、この動画見てない。なぜなら、タイトルになんかマギうんぬんバーンみたいな動画だったら、絶対あの人たちは見るんだけど、マギが関係なさそうな見た目の動画は絶対に視聴しないんだよ。これはもう、なんとなく俺が分かってる。だからこの動画を見られる可能性ってのは限りなくゼロに近いんですね。じゃあ何するかっつうと、こっそり、めちゃめちゃその、売り買いして、そのマギの人をビビらせようぜという企画を考えたんですよ。今この動画を見てる人、もう、何でもいいわ、マジで。もう何でもいいから、マギで出品なり購入なりをやってほしいんよ。で、すると、どうなるかっつうと、マギの人は、俺があの企画をやってから、なんかめちゃめちゃ取引件数増えたんだけど、って誤認するんですね。で、誤認すると多分ね、俺のところに LINE が来るんですよ。いや、フラットさん、反響やばいっすよみたいな。で、俺は、正直それが見たい。それが見たい、俺は、ただ。それ以上もそれ以下でもなく、あの、マギの会社が慌てふためいてる様子を見てゲラゲラ笑いたいんよ。そう、だから、ちょっと皆さんね、暇な方もしよければね、ちょっとマギ使ってあげてください。もう、マジ、もう、とにかく取引件数を増やしてほしい。もう、新規で誰か呼んでとかじゃなくて、もう、ただ取引件数を増やしてほしい。その方が多分、向こうには、なんか思いっきりわかると思う。例えば、この動画がおそらく5万再生、6万再生されると思うんだけど、まあ、その5万再生、6万再生された中の、まあ、本当に2割の人、2割の人、1万人が1個出品数を増加するだけで1日ね。したら、そのマギの1日のその利用数が1万丸々ボーン増えるんですよ。1万件取引が増えるって相当だからね。本当に、マジでやばいことになるよ。だから、ちょっとね、ぜひね、やってみてほしいんですよ。この動画を投稿するのがおそらく、明日だから12日かな。今多分テロップ出てると思うわ。そう、この動画を投稿した日から24時間以内に何でもいいから、その出品なり購入なりを1個以上やってほしい。で、そうした時のマギのリアクションは次のオリパ開封の時にこっそり出すわ。で、一つ約束ね、絶対にこのことはツイートしないでほしい。もう、どっからでも鍵つき上がるから、マギっていう会社は絶対エゴさしとるあいつは。だから、絶対にエゴサに引っかからないように、周りの奴らに伝えるときも、マギっていう単語を入れずに話して、それかもうその身内内で LINE とかで話すか、もうこっそりね、こっそりやろう。バレんように。こっそりやって。で、知らなくれるのは OK。いや、なんかマギめっちゃなんか増えてねみたいな。出品ケース増えてねみたいな。そういうツイートはいい。ただそのマギに感づかれるようなツイートをしないでほしい。これはね、もう、僕のお願いというかね、いたすらです。というわけで、まあ次行きましょうか。で、最後、そう、これが言いたかった。なんかすげえの出てきたぞ。ニコルボーナスは熱いの。オッケー。で、最後、なんか最近さ、いろんな YouTuber がさ、カードショップ作るって言ってるじゃん。なんかカードゲーム芸人もカードショップ作るし、シャマさんもなんかカードショップ作るし、みたいなこと言ってるけどさ、なんか羨ましくない？なんか羨ましいよね。なんかみんなカードショップ作りますみたいな。しかもなんかシャマさんは秋葉原でしょ。で、仮面芸人は京都かな、なんかその辺で作るけど、なんか都会で作りやがって羨ましいなとか思いながら見てるんだけどさ、いや、やっぱ元祖、まあ、ネットショップとはいえど、最初にショップを作ったのはうちなわけですよ。だから悔しくねってことで、ちょっと今俺らも実店舗を作ろうかなと思ってるんですね、実は。で、もう結構進んでるんですよ、話は。もう結構話進んでて、ちょ、どうすれば、なんかいろいろ導入できるんだろうみたいなのも全部調べて、で、大体いくらかかるかも試算作って、で、結構ちょっと本気のやつやろうかなと思ってます。で、やっぱちょっといろいろ詳細見たんだけど、まあ、まずシャマさんはなんかカードショップっていうよりはなんか美術館に近いんだよね。なんか超高額カードを展示して、なんかまあ、そういう高額カードをまあ買ってもらうみたいな。なんかちょっとそういう、なんか、まあそういうものをしようと思うって言ってたから、まあちょっとカードショップの概念とは外れるかなと思ってて。で、あとカードゲーム芸人も、なんかカルシュアルって言ったけど、まああれってさ、本当にリスクを極限まで減らした店じゃん。8坪とかだったでしょ、確か。だから、みんななんかその、まだその、
本格的なカードショップってのは誰もやってないわけよ。そうね。だから、ちょっと、そこだったら俺が最初に、本格的なカードショップをやったら、まあ、実質一番乗りなんじゃないかと思って。で、その、まあ、どっから先を本格的なカードショップと定義するか知らないけど、一応ね、今の段階では僕はデュエルマスターズしか取り扱わない予定です。なんでかっていうと、ネットショップとこう、うまいこと連動してやりたいから、その、ネットショップで管理してあるものを実店舗でも販売するっていう形式にしたいんだよね。ってなった時に、他のゲーム扱っちゃうとちょっとめんどくさくなっちゃうので、まあ、とりあえずはデューマ限定にします。で、まあ、なんかお客さん来て、ここなんかポケカ扱ってないのとか遊戯扱ってないのって言われるようであれば、まあ、ちょっと導入しようかな。とかは考えてます。ただ、なんのせい、一応デューマだけにし、うわ、天地爆炎だ、マジか。これ2007年なんだ。へぇ。これ名前だけ異常にかっこいいシリーズなんだよね。はい、というわけで。そう。で、今俺が借りようかなと思ってるテナントが、84平米。だから、つぼ数で言うといくつだ？割る3ぐらいだよな、確か。お、エターナルボルバレッジだ。これは熱い。あー、なんか、28、9ぐらい。28、9ぐらいあります。つぼで言うと。だから、結構でかいんよね。カードゲームゲインが確か8坪でしょ。だから確か、あそこで多分 3.5 倍ぐらいあるんよ。だから結構ね、そこそこのでかさのカードショップになりそうなんですわ。ってなるとやっぱ、いろいろ足りないんだよね。その、バイトも、もう集めんないけんし、もうなんか何もかもが足りんよね。レジも足りんし。だからちょっと、なんかそういうのをさ、やっぱゼロから、ちょっとね、いろいろ、なんかみんなと話しながらね、これ、こっちの方がいいんじゃないみたいなのは、生放送とかやりながら考えていきたいなと思います。お、オンジャングルストロングセブンだ。シークレットなのが熱いね。はい、というわけで、あとは15パックぐらいかな。インテリエールだ。これ、なんかなんでかよくわからないね。わからないんだけどさ、うちのブログの一番 PV 稼いでるやつが、このインテリエールループっていう謎ループなんだよね。別に強くねえんだよな、このループ。しかも相当昔やじゃん。ハイブザリューあるじゃん。熱い。ハイブザリュー出るたびに言っとるけど、ハイブザリューの略称は俺は竜なんだよね。みんなにバカにされる。ハイブザリューは、なんかブサリューだろうとか言ってくるやついるけど、いや、竜だろ。それはもう。この論争はマジ永久に終わらんから、もう、やめよ。というわけで、あとは8パックぐらいかな。あ、なんか話すことあったかな。そうね。あれ、カードショーを導入したらやりたいことみたいなのやるか。結構ガチガチのカードショーにしようと思ってて、シングルめっちゃ置いてあるみたいな。僕のイメージしてる一番近いカードショップはカードラッシュの2号店ですね。行ったことある方はわかると思うんですけど、ラッシュの2号店めっちゃいいんよ。なんかめっちゃ、カードめっちゃ置いてあるからさ、大体欲しいカードあるんだよね。しかもあんまり高くないし。あれいいなと思って、ああいう薄利多売、めちゃくちゃ売って稼ぐみたいな。もう、とにかく、うるみたいな。そういう店舗がいいなと思って。で、デュエルスペースも、なんか、結構広かったから、おっと ?1 枚おぉっすよし。そう。まあ、そう、多分ね、32はいけると思うんだよね。で、めっちゃ頑張りゃ64いけんじゃねえかなと思ってて。まあ、ちょっと、今度内見するんで、まあ、物件見て決めようかなと思ってます。どれぐらいのデュエルスペースを設けるかは。まあ、32人は余裕かな。多分ね、さすがにいけると思うよ。お、ゾルギあるじゃん。で、まあ、ショーケースでかいの、まあ、4つ、5つだなーで置いて、で、あと、まあ、壁にかけるタイプのショーケースも出して、みたいな。で、いくらかかるんやろうね、そういうのって。なんか、パッと調べたんだけど、そういうクソでけえショーケースが大体1つあたり13万ぐらい。だから、まあ、5個あったら60何万かかるんか。で、壁にかけるやつも多分、まあ、数万単位かかるだろうし、って考えると、なんか恐ろしいがかかるよな。いくらかかるだろう。なんか、200万とかで見てるんだけど、もっとかかるかなー。そう。なんかね、ただでさえさ、僕今700万借金してるんで、これ以上かさむようであれば、ちょっと考え直さないといけないまであるんだけど、まあ、なんとかなるやろ。というわけで、これラス1ですね。ラス1当たったんで、まあ見て終わりましょうか。お、マグナだ、マグナ。マジゴットマグナが、おー、ま、ミッツァイルとセットか。まあミッツァイル、だいぶ値段落ちたか。落ちた、でも落ちたっつも強いかな、これ。3000ぐらいすんじゃないかな。はい、というわけで、結果発表です。はい、というわけで、結果ですが、まあ、ベリースーパーが150枚ぐらいあるから、まあ、4500円ぐらいだとして、これ2万9000なら全然いいんじゃないかな。なんか、だってここで言ったってもう1万5000とかだもんね。というわけで、まあ、僕としては大満足です。というわけで、ご視聴ありがとうございました。次、もう1個ね、実はオリパーのストックがあるので、なんか話してほしい内容等あれば、コメント欄にお書きください。それでは。